はい、皆さんこんにちは。今回はトミカの最新情報ということで、トミカ博、こちらの方がオンラインではなくて会場開催ということで発表になったので、こちらの方をチェックしていきます。まずはタカラトミーさんの最新情報というページの部分だね。この部分の下の方を見ていくと出てくるかな。まあ、今まではここ最近、まあ、コロナの関係もあってこういった形で、まあ、オータム2022だね、ここだとオンラインでの開催というような形にはなったわけだけど、これがなんと今年の年末会場開催が決定したってことはね、この部分だね。トミカ博というところをタップしていくと出てくるかな。イベント情報というところのこの下の部分だね。トミカ&プラレールツアージオラマ大集合ということで、こちら、まあ、トミカ博という名称にはなってないんだけど、おそらくトミカ博のような形のイベントになるんだろうね。トミカ&プラレールツアージオラマ大集合ということで、開催期間っていうのが2022年12月27日から2023年1月9日、こういった形で年末年始の開催という形になるね。そして開催される会場の方はこちらの方だね。大阪南港 ATC ミュージアムということなので、まあ、以前トミカ博とかもこちらの会場で ATC ホールとかであったかな。まあ、そしてこちらの部分をタップしていくと詳細が出てくるね。2022年12月27日から1月9日 ATC ミュージアムということで、下の方を見ていくとこんな感じかな。トミカ&プラレールツアージオラマ大集合ということなので、まあ、トップに出てくるページはこんな感じで、まあ、ジオラマが基本になってくるのかな。そしてこういうところには会場の概要であったり、チケットの購入方法であったりというところが出てくるね。そしてやはりこの時期、まあ、注意しておくポイントはやはりこの分だね。感染症予防、ここはとにかく注意しておかないといけないね。まあ、感染症対策も必要だね。そして開催概要、こちらの方を見ていくと、先ほど言った通り日時の部分だね。年末の12月27日から1月9日、なので大晦日とかお正月も開催してるのかな。そして時間の方は9時から17時45分開催っていう形になってるね。まあ、会場の方もこちらに住所とかも出てるかな。そして入場料金の方だね。こちらの方が日時指定チケットということで税込み800円。そして気になるのはこのイベント記念商品セット、まあ日時指定券セット、入場チケットと記念商品がセットになったということで、この辺りはちょっと後ほど見てみようかな。そして大人子供共通ということなので、おそらくチケットの方は800円税込みというのが大人も子供も共通という意味だろうね。まあ、2歳以下は無料って書いてあります。そしてチケットの購入方法というところも書いてあるね。販売期間の方が12月2日から1月9日がチケットの販売期間になってるね。そしてチケットを購入するサイトというのは、遊びゆというところの購入サイトになってくるね。まあ、購入方法というのはこちらの方に、チケット購入方法はこちらということなので、タップしてみると出てくるかな。まあ、入場時間の方、先ほど言った通り日時指定券ということなので、この辺り入場時間というのが制限されてるね。まあ、こういった形にすることで感染症予防、入場待ちの列の時間を制限したりとか、まあ、会場内とかの整理、そんな感じにされるんだろうね。そして下の方を見ていって、入場料金は先ほどあった通りだね。そしてお得な情報ということで、この分かな。先ほどの開催記念の商品とチケットがセットになったものだと100円お得っていうような形になってるんだね。まあ、チケットの部分が100円引きっていうような感じになるんだね。そしてここにはトミカイベントモデル4種セットって書いてあるね。なので開催記念商品っていうのはこのトミカイベントモデルのことなんだろうね。まあ、このトミカの方も後ほど出てくるかな。あ、この分だね。トミカイベントモデル A セットというのが、こちらのナンバー16番、ナンバー18番、ナンバー20番、ナンバー21番のトミカイベントモデルになるんだね。まあ、スバルインプレッサとか、トヨタセンチュリーとか、UD トラックスクオンの昆虫館トラック、タピオカ屋さんっていう感じになってるかな。まあ、この辺は以前オンラインサイトの方で購入することができたトミカのイベントモデルとかになってくるかな。まあ、なのでまだ持ってない方というのは、こういうチケットと開催記念商品を一緒に購入するっていうのもありかもしれないね。そして先ほど A セットがあったということは、 B セットっていうのもあるんだね。 B セットの方はこちらだね。トミカ肉まん屋さん、日産 GTR、 ホンダ CRV、 そしてトヨタハイエース、たこ焼き屋さんだね。まあ、こんな感じで4車種というのが B セットになってるね。まあ、なのでこの辺も以前オンラインサイトの方から購入できたトミカになるよね。まあ、なので特別かなりレア感のあるトミカかというと、そういうわけでもちょっとなさそうかな。なのでこの辺、チケットを購入する際はこの遊びるというところをしっかりとチェックする必要があるね。
そして会場のアクセス方法、この辺も記載がされてあるね。まあ、私はよく車で行くわけなんだけど、やはり車、まあ、駐車場だね。ここは大行列というか、入庫するのにもかなり時間がかかっちゃうね。なので本当はこういったところの公共交通機関とかがいいのかな。そしてこちらのイベント内容というのが SNS の Twitter の方ではトミカイン大阪、そちらのアカウントの方で発信がされてるね。ちょっと見てみようかな。こちらの部分だね。 SNS の Twitter のアカウントのトミカ博員大阪というところでしっかりと情報公開が今後されてくるんだろうね。会場日時の部分であったり、まあほとんど概要の部分になるので、公式ページの方をしっかりと先ほどのページ見ていただくといいかな。まあやはりこのトミカ博員大阪、以前は開催予定にはなってたんだけど、やはりコロナの関係もあって中止されてたよね。なので今年はなんとか開催してほしいところだね。はい、今回はトミカの最新情報ということで、トミカ博員大阪、まあ、正式タイトルはトミカ&プラレールツアージオラマ大集合という形になるのかな。まあ、こちらの方が2022年の12月27日から2023年1月9日大阪の方で開催されるってことだったね。トミカファン、プラレールファン、どちらのファンにとっても楽しみのイベントだね。そしてやはり実店舗というか実会場での開催になってくるので、先ほどあった通りコロナの感染対策、ここの部分はしっかりとしておきたいね。そしてやはりトミカファン、コレクターとしたら気になるところというと、先ほどあったトミカチケット、そちらの方と開催記念のトミカのセットの部分だったね。こちらの開催記念のセットというのはトミカイベントモデル A セットとトミカイベントモデル B セットだったね。まあ、なのでトミカイベントモデルが基本になっているので、このあたり特別ですごいレア感があるかというと、そういうわけでもないかもしれないね。まあ、だけど会場の方ではやはりトミカ博といったら何か特別モデルのトミカとか特注トミカが販売されるよね。まあ、その辺は今後追ってまた公表されてくるんだろうね。まあ、この辺会場での特注トミカの販売とか、プラレールとか限定プラレールだね、そういったものが販売されるかどうか、この辺も楽しみにしたいところだね。まあ、そういった商品とかが販売されるとレジとかは行列になるので、この辺もちょっと注意したいところだね。まあ、その他ジオラマ大集合ということで、今回はまだトップページはこれだけしかなかったね。なので今後アトラクションのようなものとかも公開されてくるのかな。このあたり随時チェックしていきたいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。